明日最終回。私の名は半笑い直樹。世界一の半笑いの人気者であり、君らのクラブの半笑いリーダーであり、世界屈指の大金持ちの半笑い野郎である。最終回は25分拡大だ。だからこのコーナーも25分拡大スペシャルだ。明日は100倍返り、違う、全く違う、これヒッツサタン、俺ドナルド。さて今日もドナルドを愛してやまない25分拡大スペシャルリスナーの電話がつながっている。もしもし。もしもし。どうもこんにちは。こんにちは。ラジオネームは何ですか。ラジオネームグッドスメルです。グッドスメル、はい、いい名前だね。鬼塚さんに以前考えていただきました。あー、鬼塚さんがそんなこと言ってたんですか。はいはい。なるほど。はい、設定上私はドナルドです。そうです。そうなんですか。グッドスメルちゃんは、はい、ちゃんでいいのかな。あ、え、ちゃんグッドスメルくんかな。ちゃんです。グッドスメルちゃんだね。はい。グッドスメルちゃんは何歳ですか。13歳です。13歳。若。余計なことをした。中学2年生。はい。そしてちゃんだから女子。はい。おお、よくドナルドのところにやってきたね。はい。で、なんで電話してきたのかな。私は将来の夢、ちょっと恥ずかしいんですけど、将来ラジオパーソナリティになりたいなって思っているんですが、いいことじゃないか。はい、うん、はい。うん、ラジオパーソナリティになるためには、うん、どんな勉強をしたりとか、うん、どんな練習をしたりすればいいですか。なるほどね、はい、よく聞かれることだけど、まずラジオパーソナリティになるための勉強は必要ない。あ、はい。ラジオパーソナリティになるための練習も必要ない。はい、わかりました。うん、そのまま生きよう。行けばわかるさ。はい。この道はどこ。いや、それは置いといて、はい、勉強は必要ないですよ。あ、そうですよ、勉強必要ないですよ。そうなんですか。そうです。その代わりまだ中2でしょ。はい。高2になっても持ってられるかな、その夢。あ、でも、初めて将来の夢を自分で発見できたので、うん、そうなんだよな。で、はい、また一番恐ろしいことに、ラジオパーソナリティって一番職業の中でどうやってなったらいいかわからない職業、ベスト5の3位ぐらいに入るんだよな。はい、専門学校もなければね、まあ、あるけど、でもそっから絶対なれるとは限らないし、そのなんか免許もあるわけじゃないし、一番困っちゃうよな。そうですね。唯一あるとすれば、教科書があるとすれば、それは全民放のラジオたち。はい。AM も FM も含めラジオたちなんだよ。はい。そう、それが君の一番のお手本であり教科書なんだ。はい。だからラジオを聞き続けなさい。わかりました。いいですね。わかりました。そうすれば世界が開けます。そうです。はい、そうです。いや、本当そうだからね。あ、はい。はい、じゃあ、うん、聞きます。ラジオ聞き続けてくださいね。はい。それ以外になんか聞きたいことはないですか。じゃあ、すごいくだらない悩みでいいですか。いいですよ、悩みにくだらないはない。あ、はい、わかりました。10倍返しだ。
悩みにくだらないやないそうなんですか。はい、私は、うん、すごい可愛くないあだ名しかつかない女なんですよ。可愛くないあだ名しかつかない。はい、すごい学校で中二病とか、うん、ド M とか、うん、おっさんとか言われてて、かわいいあだ名が本当に皆無なんですね。はい、で私になぜ可愛いあだ名がつかないのかっていうのを、うん、鬼塚さん、ドナルドさんに、うん、はい、お聞きしようと思いまして。そんな私知らないわよ。あなたに可愛いあだ名がつかない理由なんかわかんないわよ。そんなスピリチュアル芸人じゃないんだからわかんないわよ。そんなのわかるわけないじゃない。こっから霊視なんかできないわよ。なんか理由があるでしょ。じゃああなた部活は何やってんの。部活、部活はESS 部、うん、英語劇とかやる。あ、はい、そうです。そうね、英会話のいわゆるあれだよね、部活だよね。あ、はい、そうです、うん、と生物部にも入ってます。うーわ、2つ掛け持ちで。はい、兼部してます。じゃあ ESS 部と生物部は被ってないわけね。被ってはないです。曜日は。はい、最近何やってるんですか、ESS 部では。 ESS 部では文化祭があるんですけど、うん、それに向けて今練習、うん、英語劇をそこでやるんですけど、うん、何やるんですか、英語劇は。メリーポピンズ。メリーポピンズ。はい、うわー、来た。チムチムリー、チムチムリー、チムチムチェリー。はい、チムチムリーです。ああ、はい、そうじゃないですか。私は煙突掃除屋さんですよ。そうです、そうです。はい、の英語版です。それを英語版でやるのね。はい、じゃあメリーポピンズの役で。私はまだ中二なので、うん、バックダンサーとか後ろで歌ったり踊ったりわちゃわちゃやってます。わちゃわちゃやるの。はい、わちゃわちゃ通行人とか、暴れたりとか。暴れたり。本当にわちゃわちゃやります。本当にわちゃわちゃ。セリフは、はい、セリフはどんなセリフ。あ、セリフはすごい一文しかないんですけど、うん、What's happened? What's happened? あ、もうちょっと長い。あ、もうちょっと長い。なんですか、なんですか。あ、じゃあここで言いますね。どうぞ。 Well, I'm going to get mine っていう。すごい。今の一文を録音して目覚まし時計にしたい。これで目覚めたい、今ので。ね、すごいじゃないですか、はい、ESS 部で。生物部の方は何やってんの。生物部の方は、うん、すごいごめんなさい、地味な活動なんですけど、うんうん、今の時期は、うん、草木染めをやってます。草木染め。はい、染め部じゃん、それ。染め物部じゃん。生物部でやるんだ、それ。草木で染められる染料を持った草木を用意してきて、はい、はい、で、それを学校内で採れた植物で染めてみて、うん、染めてみて、どんな色が出るのかを。はぁ、はい、じゃあ、染め物作ってるんだね。はい、はい、そうです。いえ、あって何。ごめんなさい、今かなり緊張してて、うん、口がレロレロしてます。口がレロレロ。はい、カミカミです。カミカミ。普通緊張すると口の中パッサパサになるんだけどね。あ、はい、パッサパサ。パッサパサです。はい、あー、オッケー。これも参考にさせてもらうぜ、あだ名のね。他なんかやってないの。はい、他にはバンドを組んでまして、うんうんうん、一応バンドのボーカルを担当させて。バンドのボーカル。あ、はい、あ、すごい小規模なバンドです。でも小規模のバンド。小規模のバンドってなんだよ。普通バンドってドラム、ベース、ギター、はい、まあボーカル、はい、これが一番小規模かな。はい、一番学校内だけでの活動なんですけど。活動で。バンドは何人。はい、全部で5人です。全部で5人。はい、君はボーカル担当。はい、楽器はやらない。楽器はやろうかとも思ったんですけど、うんうん、すごい物壊すのが得意なので、すごいギターとかすぐ壊しちゃいそうでって周りの人に言われたので、
何もしないです。シドシドビジネスここにいる。まあいいや、楽器壊しちゃうから、うん、はい、ボーカルだけやってんの？あの楽器を壊すからやるなって言われたので、やるなって言われてバンドのボーカルをやってるんだ、はい、バンド名は何？はい、バンド名は、うん、BOL っていうバンドです。 BOL？ はい、おかっこいいね。あ、本当ですか？うん、BOL で、で、はい、何カバーやってんの？オリジナルやってんの？あの本当に学校内だけでのバンドなので、うん、そんな曲とか書けないので、うん、カバーだけです。カバーなの？どんなのをカバーしてるんですか？はい、今はボカロの曲とか。あ、ボカロの曲をカバー、よくやってるね、はい、偉いね。ボカロの曲なんか難しいでしょ、歌うの。簡単な方なものを選んでます。簡単な、その中でも歌えそうなものを選んでボカロの曲をカバーしてる。はい、なるほどね、はい。好きな食べ物は？好きな食べ物は、うん、スルメイカとギンナンです。なるほどね。はい、ここだ。はい、あ、ここだな。おっさんっぽいあだ名がつくポイントは銀杏とスルメイカ、うん、あ、言われます、うんね、お母さんによく、うん、あなたは将来のんべえになるって言われます。うん、そうだね、銀杏とスルメイカが好きだったらね。まあでもそれだけじゃないけどね。それだけじゃないけどさ、でもイメージだよね、大体大衆のイメージが銀杏とスルメイカイコール親父だよね。あ、はい、なんか11月ぐらい のちっちゃな小料理屋さんに行ったら、ね、はい、係長クラスと部長クラスが、はいはい、一緒にね、熱燗を飲みながら、はい、ちょっと和服姿のママが、まあまあ大変ね、はい、あなたたちもなんて言いながら、こうやってちょっと銀杏行ったけど食べる、はい、なんつってポッて出してもらうと、おお銀杏いいね、ママいいね、銀杏ねって言いながら、いやでも部内の話ですけどねって、会社の話に戻る、あの感じでしょ。あれが親父のイメージだよね。あ、そうですね。そうだよね。あ、はい。そういうことだよね。そういうイメージだよね。そうですね。そうだよね。はい。大体こう、11月の中旬から下旬、親父がこうってね、はい、赤ちょうちんのお店でこう一杯飲みながら、口からね、こう、スルメイカがピローって出てて、で、それをくちゃくちゃってやりながら食っつって、はい、部長、ダメっすよ、今の会社の体制は、みたいなね。はい、困ってる？ごめんなさい。わかりました。これだけ情報が寄せられたら、うちの優秀な部下たちが今からあなたの可愛いあだ名をいろいろ選んでくれます。はい、あ、本当ですか？うん、私の優秀な部下、はい、沢山口宮原そして、はい、KJ菊池純介君、 KJ、 菊池さんですか？まず KJ が持ってきました。はい、俺の可愛い部下 KJ があなたの可愛いあだ名を考えました。あなたの可愛いあだ名は、はい、スルメ姫。ん、スルメ姫。はい、あ、いいですね。なんかすごい楽しくなりますね、スルメ姫人生が。これは誰が考えたんですか？あ、うちの作家の宮原が考えたのは、かわいいあだ名は、ソメコ。ソメコ。ソメコ。ああ、ええ。あれですね、今の時期限定の名前になります。そうですね。ね、はい。そして、沢山口が考えたかわいいあだ名は、はい。BDS。BDS。バックダンサースルメ。君たちは考えるんだ。君たち全然考える気がないだろう。かわいい名前だぞ。中二の女の子、みんながかわいいね、かわいいねって言ってくれる名前を考えるつもり。なんだこのスルメ姫、ソメコ、バックダンサースルメって。考えなさい、真剣に。かわいい名前です。かわいいあだ名。はい、KJ。 KJ、 ああKJ が考えた、はい、あなたの可愛らしいあだ名は、はい、イカーポピンズ。おKJ イカーポピンズ。そしてうちの作家宮原が考えたのは、はい、君の可愛いあだ名はハゼ。はい
さわしい、さわしい、これ縛りになってるからこれ縛りになってるで、なんで普通によしこって書いてあるのなんだよしこってさわしい、さわしい、重ねる、わかる、重ね、宮原氏は染め子で次出してきたハゼ子、こう縛りあなた BDS に変われ頭文字系で重ねないとダメでしょ、はい、ダメでしょ、来た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 、はい、はい、KJ がまた持ってきてくれたよ、あ、はい、君の可愛いあだ名は、はい、よしえ、よしえ、よしえさんですね、よしえさん、はあ、そして宮原くんが出してきました、宮原くんは、はい、君の可愛いあだ名はカズエ、あ、はいだからここで LDL じゃねえって違う、もうそんなん終わってんの、さわしい、違う、あ、でも、あ、もう LDL、 何何、あ、ごめんなさい、カズエは、うん、あの祖母の名前ですなるほどね、はい、そうか、そろそろ可愛いあだ名をつけてあげないと時間的に問題があるなどうしようかね、でも、このラジオネームグッドスメルっていいじゃないの、これは嫌なのね、もうちょっとな、どういう可愛い、可愛いって、可愛いって何、可愛いって何、なんか、うん、私は、うん、なんかすごい女子力を上げようと今すごい熱心に頑張ってるんですよ、うん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 、こうなのに廊下で捨てちゃった時に、うん、こうなんか、うん、あ、ド M とか言われると、うんうんうん、こうなんかなんて言うんですか、ちょっと女子力が落ちるよね、女としてのプライドがこう怪我されるじゃないですか、じゃあこっちは勝手にあだ名を決めてもいいけれども、それを広めるのは君が考えるだよ、はい、いい、はい、なんか今チラッと君のメールを見たら最近ナッツにハマっている、はい、そうなんです、ナッツにハマっていて、はい、ESS 部といういわゆる英語劇をやっているような活動的な部活に入っていると思えば草木染めをしている、ちょっと静かな生物部という、はい、ボート性があるよね、はい、ということで、はい、甘いものにも辛いものにもなれる、朝食にもなったり普通のご飯にもなる、そう、はい、あなたの可愛いあだ名はパンケーキ、はい、ことパンちゃん、パンちゃん、どうですか、パンちゃん、いいですね、パンちゃん、メープルシロップをかければ甘いスイーツに、はい、でもちゃんとサワークリームやね、はい、あのオニオンやそういうものを挟めば食事にもなる、はい、ということでパンケーキことパンちゃんと、はい、ありました、パンちゃん、はい、私はパンケーキのような女優、私はパンケーキのような女優よ、だからこれから私をパンちゃんと呼んで、パンちゃんと呼んで、はい、はい、土曜日の午後3時にこんな叫びをしている50代の男がいるということを覚えておいて、はい、忘れません、それでどうかしら、あ、はい、じゃあこれからパンちゃんをすごい広めたいと思います、そう、なんでパンちゃんって言われたら、そう、パンケーキみたいだから、あ、お、いいですね、ドナルドがつけてくれたと、はい友達が、はい、友達に話をするときにドナルドことミスター D がつけてくれたのよ、はい、私をパンケーキことパンちゃんと呼んでっつったら友達、はい、変な顔すると思うでもそれにも耐えるんだよ、はい、でも常に何も言わなくても変な顔されるので、うんうんうん、大丈夫です、はい、それは慣れてるってことだね、はい、うん、じゃあそれに対して頑張ってね、はい、頑張ります、今日は解決したような気がする、はい、全てがスッキリしたね、スッキリしました、ただね、はい、うちのスタッフの中の KJ だけが納得しないんだよ、あどうしたんだ KJ 最後に KJ最後に、はい、英語の英語、英語の銀杏とスルメの歌をKJ、 KJ な、 KJ お熱でもあるのじゃあ最後にラジオネームグッドスメル君、はい、必
死に頑張った僕たち喋り手スタッフに対し、はい、お礼の意味を込めて、はい、はい、英語で銀杏とスルメイカの歌を歌ってください。銀杏とスルメイカの歌ですか。それを今歌ってください。どうぞ。はい。はい、銀杏って英語でなんて言うの？I love you 銀杏とスルメイカ大好きだよ。I love you。 ごめんなさい、もう限界です。ちょっと待って。銀杏とのとぐらいアンドにすればいいんだよ。そうですね。あとなぜ尾崎豊を持ってきたかは分かりません。それでは私はこの辺で失礼するとしよう。ごきげんよう。Have a nice weekend。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。いやー寂しいね、いろいろ終わっちゃってさ。半沢あまっちゃんパロディできねえじゃねえか。頼む安藤ロイド。これだけ今日は。さて今日もドナルドを愛してやまない改変期のリスナーと電話がつながっている。もしもし。はい、こんにちは。こんにちは。ラジオネームは何ですか？テアンデイです。テアンデイ、テアンデイ、はい、テアンデイはいくつ？今21です。21。テアンデイ21。おお、仕事は大学生じゃなくて仕事やってんの？あ、仕事やってる。お、仕事やってます。テアンデイ。どうしたテアンデイ。急に緊張して吐きそう。緊張してる。テアンデイってぐらいなんだから緊張しちゃダメですよ。テアンデイ、え、ブラボメイ、テアンデイ、テアンデイ、テアンデイ。それお姉の方じゃん。テアンデイ、テアンデイ。大丈夫か？大丈夫です。テアンデイは、テアンデイはここまで聞いたところで、お仕事は何をやってるんだい？トラックのドライバーです。あ、ドライバーやってるんだ。はい。おー、そうか。提案ではなんでここに電話をしてきたの？ですね、うん、今ちょっと2年半付き合ってる、うん、あの彼女がいるんですけど、うん、で向こうの方から結構ぐいぐいちょっとなんかそろそろ結婚の話とかも、うん、出てきてて、おうおうおう、で友達に結婚してる人がいるんですけど、おうおう、で今結婚するともうなんかろくなことないぞみたいなことを言われて、で自分結構毎週海釣りに行ってるんですけど。海釣りに。そうなんです。でも結婚するともうなかなか結構釣りお金もかかるんで、なかなかもう釣りもできなくなるぞみたいなことを脅されてて、でちょっと今濁してるんですけど、でなんすかね、なんかあんまり待たせないでみたいなこともちょいちょい言われてて。ああ、まあとにかくまだ遊びたいんだね。そうですね、もうちょっと遊びたいなっていうのも。まあ遊びっていうか趣味っていうか。そうですね、趣味にお金がかかってるんで大事です。ああ、釣りも海釣りはまあまあ川釣りもかかるけど海釣りも結構かかるからね。そうですね、交通費が一番かかるかな。遠くまで行くし、ね、船にも乗るの？はい、船は乗らないんですけど。ああ、いそう。堤防から。え、岸壁から。堤防から。うん。ああ、なるほど。じゃあそこまで行くのにちょっと時間もかかるし。もうそうなんですよ。まあまあガソリン代とかね。そう。車で行くんだったらね。あれ一人で行ってんの？
いや基本もう一人友達と。もう一人と、あの必ず行く友達と。はい。釣りしかないの？他はなんかないの？遊びは。あとはちょっとテニスやってて前から。うん、うん。でテニスはまあそこら辺でできるんで。うんうん、まあそれはいいやと思ってんだ。そうなんですよ。まだ、うん、ただ釣りだけがどうしても。今じゃあもしちょっと躊躇している理由を考えるならば釣りに行けなくなるってことかな。釣りオンリーですね、それだけ。ああ、それだけだ、それが引っかかってる、はい、もし釣りが OK ならば、まあ、もしね釣りがないとしたら、はい、すぐにでも結婚したい。そう言われるとちょっとおや、ふんぎりが踏ん切りがつかない。そうなんですよ、もう、ま、で結構彼女はグイグイ。そうなんです、グイグイ。もう今結婚しないとないよみたいな。そうそうそう。あの釣りに関しては彼女連れてかないの？いや何回か連れてったんですけど、うん、なんか30分ぐらいで、うん、もうなんか車で寝てきていいみたいに。ああ、飽きちゃうんだね。そうなんですよ。いわゆる釣りのいわゆるエモーショナルな部分についていけないってことだね。そう、合わない。これはよく女子にはある話ですよね。 それはまあしょうがない。テニスは？テニスはまだ一緒にはやったことないんですけど。うん、やる気は？わー、なんか前からちょっと一回やりたいねみたいなことは言ってる。あとさ、あとその彼女は働いてるの？は一応働いてます。働いてる。結婚したら、はい、あの嫁になりたいと。だからうちに入りたいっつってんの？いや、まだ辞める気はないみたいな。働くっつってんでしょ？そうです、好きな仕事みたいで。だよな。それで毎週行っている。毎週何、週末に行ってんの？いや平日休みなんで。ああ、あそうか、トラックだもんね。そうなんです、基本平日に。うん、行ってんだ。でも結構朝早くから行くでしょ？そうですね、前日仕事から帰ってきて、はいはい、で大体6時ぐらいに帰ってくるんですけど、うんうんうん、で4時間寝て、うん、で10時ぐらいにはもう出て。なるほどね。いやー、手やんでね、ここまで喋ってみてね、一つも笑いが生まれてないのが心配なんだけどね、はい、これねなかなか難しい。最初に言っとくと、はい、提案でね、最初に言っとくと、やっぱ結婚って、はい、ある意味勢いのとこあるから、うん、やっぱねどっちかが勢い持ってる時にその勢いの波に乗っかっちゃった方が本当はいいんだよね。でこの勢いの波に乗っちゃってふわーっていくといい感じで結婚できるんだけど、どうやら君は今全然乗り気じゃないじゃん。そうです。でもそこでこうぐわーって考えてて何年かして、よしと、もうわかった、もうそろそろいや結婚しよう、身を固めても釣りはできるぞと思って、はい、彼女に結婚しようって言うと、その時にもう彼女冷めてんだよね。ああ、なるほど。仕事が面白くなってきちゃったとか言って、もうちょっと待ってになってずれるんですよ。そうすると次の波が来るまで付き合ってるとは限らないんだよね。なるほど。だから、結構これ深刻な話なんだよね。ただね、ただでも、結婚したからといって、その趣味の釣りでしょ、趣味で彼女も分かってるわけでしょ。はい。だったらちゃんと腹を割って話せばいいんじゃないかなと思うし、はい、あと一つ、それ彼女に言った？まだ言ってないだよね。だからこう下手にこうのらりくらりしてると向こうが変な勘繰りをし始める場合もあるよ。ああ、あれって、お女いるみたいな、あれみたいな、ないないない、私と結婚したくないんだみたいな。いやいや、そんな早急に決めないでくれっていう気持ちもよくわかるんだけど、はい、とりあえずさ、ぶっちゃけて言っちゃった方がいいんじゃないの？
そうですね、あの釣りをもうちょっとやりたいですって言ってみます。でもどうなんだろうね、だからそこら辺で適当にごまかしてるとやっぱしなんか変な風に思われるのもなんだし、正直に言って彼女がこいつこんなバカだったんだって思われるとそれもまたちょっと辛いっていうのもあるけど、ただ今のところ誠実を見せといた方がいいかもしれないな。だっていつまでものらりくらりできないでしょ。そうですね、結構グイグイ来てるだろう。グイグイで結局はなんでって話になるもんね、うん、なんで乗ってないのって、なんで何私のこと好きじゃないのって。だって2年半付き合ってるでしょもう。そうです。なんでえ何どういうことってなってくるもんね。で提案できっと今みたいな状態になるでしょ。そうって言われたら、うーんいやーっとうーんってなるとやばいよ。そうですね、うん、まあ確かにバカみたいなことだし、これ趣味のもうちょっと釣りができなくなるのが不安なんだって言ったらもうなんかバカじゃないのって言われるかもしれないけど、正直に腹割って言ってみたら。わかりました。それで変な言い方かもしれないけど、それで彼女が理解してくれなかったら、はい、ひょっとしたら2人ね会うかどうかわからないじゃん。うーん、ね、例えばほら結婚しちゃった後にすごい束縛されて、それがすごく嫌な人間で、はい、結婚しちゃった後に気がつくよりは先に気がついた方がいいでしょ。ひょっとしたらすごく寛容に理解してくれるかもしれないじゃん。はい、大丈夫だよ釣りは行きなよって、私だってやりたいことあるんだからやるんだし釣りに行きなよって言うかもしれないよ。そう、全然いいよって、はい、なんか条件出してくるかもしれないけど、その代わり月1で有給取って私と過ごしてって言うかもしれないけど、でもいいじゃんそれはそれで。そう、まだ若いんだし、はい、でしょ。今は正直にちょっとごめん笑い少ないけど言っちゃった方がいいじゃないかこれ。わかりました。今は腹を割って自分の本心を言いづらいけど言った方がいいような気がするんですけど、皆さんどう思いますかねえ。なんとなく そんな気がしてしょうがない。で彼女もきっとそれによってどう対応するかによってね、いろいろ2人の関係も今後のことを考えると見えてくる部分あるんじゃないの。ごめん本当に笑いが少なくてすいません、ちょっとマジに聞いちゃったわ。提案でどうだい。じゃあそうします。軽っ一応ちゃんと言ってみな真剣に。はいね、はい、そしてそうします。うん、じゃあねはい、じゃあね、バイバイ。お疲れした。あのね、ドナルドだよ。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちであり、久々の登場である。こんな喋り方でよかったっけ。よかったっけ。あのねこんなんじゃなかったっけ。なんか久しぶりじゃね。なんでドナルドのコーナーはすぐにカットされるの。ドナルドイコール予算か、予算なのか。番組から最初にカットされるのはまず作家でしょ。なんでドナルドなのよ。あとホンダ、ミランの10番はドナルドでしょ。なんでホンダなのよ。ジャンニ・リベラ、ルートフリット、サビチェビッチ、ボバン、ルイ・コスタ、セイドルフ、ボアテング、そしてドナルドでしょ。さて今日もドナルドを愛してやまないゾーンプレスのリスナーと電話がつながっている。もしもし。もしもし。はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。何とお呼びすればよろしいでございますか。
ラジオネームは波帯です。波帯？はい、波帯さん。はい、波帯さん。波帯さんはおいくつですか？34です。34歳な波帯さん。はい、はい、なんか変わった名前ですね、波帯。どうですか？そこで笑います？あの以前実はあのドナルドのコーナーに出たことがあるんです。あ、前に出ました。はい、はあ、はあ、その時も波帯。そうです、その時に波帯ってしました。あのすごくこうエコーが効いてますが、どこにいらっしゃるんですか？非常階段にいます。非常階段があるとこ。はい、響きますよね。ごめんなさい、今周りに人はいないんですよね？人いないです。大丈夫ですか？はい。あ、でもなんかいいエコー感ですね。波帯さん。はい、前に出たことがある。はい、前に出たことあります。その時は何の相談をなさったんですか？その時あの冬に着物を着ると寒くて困るっていう、うんうん、あの電話をしたんです。そしてそしてドナルドは何て答えました？あのキックンがあの、うん、モルモットを、うん、なんかコートに入れろっていう。ああ、菊池さんなら言いそうなことですね。モルモットはあのコートに入れましたか？いや、モルモット飼ってないので。そうですか、わかりました。はいはい、あれ波帯さん女性でしょう？はい、そうです。イエーイ。こんなことやってなかったっけ、この子。もう忘れちゃった。こんなことやってなかったっけ。なんかやってたような。え、で今日はあのどんなご相談ですか？あ、ちょっとあのーうん、私ちょっとした特技があるんですけど。特技がある。それをちょっと生かす場所がなくて。生かす場所がない。どうしたらいいのか、うん、はい、特技。どんな特技なんですか？モノマネがちょっと。モノマネ、はい、できるんです。例えばじゃあ一番得意なモノマネやってみてください。じゃあ、あのオリックス2軍 の、はい、あのセクシー V 字上のモノマネやります。オリックス2軍のセクシー V 字上のモノマネ。はい。それはオリックス2軍の、はい、あれですね、いわゆるファームのあのウグイス上なんな、そういう方がいらっしゃるんですね。多分、うん、よくわかんないんだけどいると思います。じゃあやってみてください。オリックス2軍の、はい、セクシーウグイス嬢のモノマネどうぞ。バンバンダード阿部。おー、すごい、うま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 い。すごい、うん、いるね。いますかね。います、います、います、います。他にどんなことができるんですか？あとははい、メールアドレスが言えない AKB の誰か。はぁ、あ、じゃあ、まあ、やってみてください。じゃあ、どうぞ。メールの宛先は akb@allnippon.com。 ははぁ、相当ラジオ聞いてんな。ラジオ大好きなんです。ラジオ好きと見たぞ。はい、ラジオ大好きなんです。でしょ。はい、プンプンするぜラジオオタクの匂いが。ここにね、はい、リアルピッチチェンジャーボイスっていうのがネタで来てるんですけど、はいはい、これどんな感じですか？これは私何もやってないんです。どこが？どこが変わった？じゃあこれナウシカに出る子供のモノマネなんですか？あ、姫姉様、これみんなで集めたのチコの実、姫姉様にあげます。ちょっとリアルピッチチェンジャーボイスやって。え、ちょっと待ってください。私、うん、こう見えても二十歳超えてないんですよ。ほうほう。で、ナウシカに出る子供は？姫姉様。周り誰もいませんよね。いないです。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。これを、はい、特技を生かす場所がない。はい、ないです。そうか、そうか、確かにこれはあるな。
ただね、はい、僕ねこれね結構マニアックだから、はい、もうちょっとマニアックなあの声モノマネを多くして、はい、テレビのモノマネ番組に出るときに必ずすりガラスを用意してもらって、はい、顔を絶対出さないモノマネ芸人どう？新しくない？今いろんなモノマネをするモノマネ芸人さんはいます。もう女性でね、はい、マニアック、はいはい、このいわゆるラジオから仕入れたネタのはい、モノマネだけをやる顔を出さない、はいはい、あなんならすりガラスじゃなくて、はい、テレビに出るときにラジオを用意してもらって、はい、そのラジオからあの無線でこうモノマネを出すっていう声だ。そういう芸人さん目指したらミスラジオってどう？ミスラジオ新しくね。新しい。続いてはミスラジオだ。画面にはラジオしか映ってないのこれで、ね、声真似でやって絶対顔出さないってどう？ああいいですね。もう顔はあんまり出したくないです、ね、でしょでしょでしょ、はいはい、ふなっしーの中身もバレちゃった今さやっぱりあのバレないバレない芸人さんになるってどう？そうですね。ああいいですね。新しいですね。新しいと思うよ。新しい、それ新しい発想でそうやってあの要は多分調べればどっかでオーディションやってるから、はい、モノマネ番組とかの、はい、それに応募して、はい、行ってそういうコンセプトなんだっつって、はい、なんか周りの男友達に頼んで、はい、なんとなくこう1メートル範囲内で飛ばせるようなこう FM トランスミッター的なとこをマイクに仕込んで、はい、ラジオだけ置いて別部屋でモノマネするって、はい、どうだいどうだい僕今日冴えてないかい冴えてないかい、どうなると冴えてる、はい、どうなるとどう、いいと思います。それ以外に思いつくんだったら私のしもべたちあの私のしもべたちが何名かいるのでそのしもべたちの、はい、意見も聞いてみよう。はい、なんだこれ、それでいいロデムロデムよ、お前はその意見だな。ポセイドン、ポセイドンはどんな意見なんだ。急にバビル2世入れてるよ、バビル2世、ポセイドン、おポセイドンやってきた。んオリックスの非公認ゆるキャラとして活動するあらこれも受けてるなるほど。どっちにどっちがいいですか？何とないんですか？私が言った、はい、顔を出さないミスラジオというのを声真似だけずっとやり続ける芸人さんか、はい、オリックスの非公認ゆるキャラになるか、はい、あじゃあドナルドアンでイエーイじゃあ頑張ってね、はい、最後に夢を聞こう。夢は夢は、ガンジス川で犬神家をやることです。ああ、スケキヨね。はい、そうです。あの、下半身が湖から出てるやつね。そうです。あれをガンジス川でね。やります。そっか。それが夢か。なるほどね。川でやったら流されるよってキックンが微笑みながら言ってるよ。どっかしっかり捕まってどっか下に捕まって捕まれねえってそんなに浅くねえよガンジス川そうだよ、そこまで考えてなかったですそれでは最後に、はい、ナビオビさんでナウシカに出る子供の声で、はい、ドナルドさん素敵と言ってお別れです。ではどうぞ。ドナルドさん素敵。リアルピッチチェンジャーはドナルドさん素敵それでは私はこの辺で失礼するとしよう。ごきげんよう。 Have a nice weekend。ドナルドだよ。
私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。クリスマス直前です。皆さんの予定はどうなってますか？ランドですか？ランド C ですか？ C じゃないかな。自宅ですか？え、ドナルド？ドナルドはサンタさんがプレゼントを持ってきてくれるまで全裸で待機します。どう？ダイナミックでしょ。こんなんだっけ？ちょっと違うか。できないもん、こんなものまで。ダイナミックだっけ？ダイナミック。できません。これは作家が書いた文章なのでモノマネはできません。さあ、今日もドナルドを愛してやまない勝ち抜く力を持ったリスナーと電話がつながっている。もしもし。もしもし。あ、どうもこんにちは。こんにちは。お名前は何ですか？にゃんこです。にゃんこさん。はい。にゃんこさんは、おいくつですか？切られた。久しぶりにドナルドショック。まあ長くドナルドやってると結構切られるのよね。でもあからさまに切られたのはちょっとドキドキ でしたけど、でもドナルド負けない。なぜなら精神的に強いから。そこは強いから。負けないよ、ドナルド負けない。まあ年末だし、クリスマスも直前だし、こんな時に電話かけてる僕がいけないのは分かってるけど、大掃除だってこれからなのに。とか、あれ、もしもし。もしもし。あ、大変失礼しました。どうなさったんですか？大丈夫ですか？なんか顔に当たって切れちゃったみたいです。すみません。顔に当たって切れちゃったんですね。今呼吸を肩に置いてんですね。すみません。で、両手で何かなさってんですね。何もしてないです。何もしてないのに肩で挟んでたんですか？お願いします。お願いしますよ、にゃんこさん。にゃんこです。はい。にゃんこさんはおいくつですか？38です。38歳。はい。あれ、お仕事何なさってんですか？パートをしてます。パートをしている。あ、じゃあご結婚なさってんですか？あ、そうなんです。してます。あら、じゃあお子さんはいらっしゃるんですか？います。あ、お子さんいらっしゃる。おいくつなんですか？はい、6歳です。6歳の、男の子ですか？女の子ですか？女の子なんです。女の子なんですか？はい、あ、なるほどなるほど。何ちゃんですか？みーちゃんです。みーちゃん。はい。みーちゃん。にゃんこだけにみーちゃん。あれ。あれあれあれれ、にゃんこだけにみーちゃんなんですね。そうですね。そういうことなんですね。あれ、ひょっとしてにゃんこさんは女性ですね。一応そうですね。正解。なんか今日は軽い感じで、軽いタッチでやってますね。にゃんこさん、なんでドナルドのとこに電話してきたんですか？そうですね、はい、うちのみーちゃんがですね。みーちゃんが新体操を最近やりたいんですけど。はいはい。新体操のリボンを、はい、自分で作ったんですけど、はあはあ、どうも無知になってしまうんですよね。はあ、なるほどなるほど。おじいちゃんがね、襲われそうになったりとか。はあはあ、おじいちゃん？お兄ちゃんですね。お兄ちゃんが襲われそうになったり。ああ、なるほどなるほど。一個言いますとね、はい、部屋の中でやってるからじゃないですか。簡単な解決方法として。でしょ。ああ、お兄ちゃんもちょっと多感なね、年頃なんで。はいはい。それはそれでちょっと楽しいみたいです。あ、なるほど。はい。お兄ちゃんはいくつですか？お兄ちゃんはね、14歳なんです。14歳。お、年離れてますね。そうなんです。なるほどね。それはそれでお兄ちゃんは嬉しいんですか？まあ楽しいみたいですね。妹くんの
リボンと戯れるのが。そう、妹さんが リボンをくる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 ってやると、それにニャーンって言ってる猫一家じゃないですか。そうです、ニャンコにミーに。そうなんです、ニャンコさんの娘兄ちゃんがくるくるってやるリボンにニャーっていく息子さん完全に猫一家じゃないですか。そうですね、うちにはでもね亀しか飼ってないんですよ。亀しか飼ってないんですか。亀の名前は何て言うんですか。亀は亀吉です。亀吉。はい、多分日本中亀飼ってる人の 9.5 割が亀吉でしょうね。そうですね、そうでしょうね。やっぱ亀吉は定番ですもんね。そうですね、ニャーとは鳴かないですね。ああ、それで何ですか。それで相談は何ですか。その無知になってしまうんですよ、うん、リボンが。どうすればいいですかね、うん、だから外でやればいいんじゃないですか。外公園とかでリボンをやればいいじゃないですか。そう、今ね水暴走で外出れないんですよ。あ、外出れないんですか。水暴走だったらやらなければいいんじゃないですか。元気になってからやればいいんじゃないですか。聞かせます。その方がいいと思いますよ。どうですか。それ以外に何か。やっ、じゃあ本人に聞いてみましょうか。そうですね、変わります。そうですよね、はい、じゃあ変わってください。みーちゃん。みーちゃんです。どうも。どうも。ドナちゃんです。あ、変な空気になったね。デイジーは。デイジー。うん、誰それ。デイジー誰それ。あーあーあー、うん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 、愛人ね僕の。愛人は港区のマンションにいます。マンションにいるって。はい、今夜帰ります。うん、港区のマンションにいるよ。そうだよ。ねえねえ、なんでみーちゃんは新体操のリボンをお部屋の中でぐる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 回すの。そして楽しいから。楽しいから。そうするとお兄ちゃんはなんて言うの。にゃーって言うの。にゃーって言わないの。嬉しい。にゃーって言わないの。わかんない。うん、わかんない。そっか、どうしよっか。今水暴走なの。うん、休んでんの。うん、もうお熱は下がったの。うん、じゃあ元気なんだね。うん、でも出ちゃダメなんだよね。うん、そういうことでね、もうほんといろいろ言うよりうーんつっといた方がいい。そうした方がねいいんだよね。じゃあみーちゃん。うん、じゃあ元気になったけど、うん、リボンを、うん、リボン作ったじゃん。リボンの長さをもうちょっと短くしようか。そうすればくるくるしても物に当たらないから。みーちゃん、うん、聞いてる。うん、聞いてる。うん、ね、いろいろ言うよりうんつっとけばいいんだよね。みーちゃん、うん、そんな感じでどうかな。うん、じゃあ大丈夫だね。じゃあお母さんと代わって。はい、お母さん、にゃんこさん。はいはい、解決しました。みーちゃんがリボンを短くするって。あ、そうでした。ね、分かりました。そうすれば解決するでしょ。そうですね、みーちゃんリボンをほら3センチぐらいにしとけば。ああ、今またねそのリボンを持ち出して。ああ、思い出したように。今からお部屋の中大暴れですよ。そうですね。それをね、リボンを短くすれば大丈夫でしょ。あ、じゃあ切ります。そうしてください。はい、ね、で、あとリボンの短くして、支障のないようにして、その後紐という紐を隠してください。よろしいですね。わかりました。それから長くしてもいいから糸にしなさいって。ああ、うちの菊池というおかしな男が言っております。
どっちか選んで。すげえ長くていいから糸にするか、あ、3センチぐらいのリボンにするか。糸もいいですね。糸もいいですか。とんでもないものを釣り上げる可能性がありますよ。大丈夫ですか。例えばどんなものが釣り上がるんですか。そうですね、例えばですか。そうですね、お昼の放送では言えないようなものが釣り上がってしまう場合がありますので、ぜひぜひそこら辺は覚悟なさった方がいいと思いますよ。わかりました。お兄ちゃんじゃあ手伝ってもらいます。そうですね、お兄ちゃんと一緒に手を取り合って頑張ってくださいね。なんか非常にいい、うまくまとまったのでここで失礼していいですか。ありがとうございました。あ、そんなにあっさり失礼していいんですね。じゃあ、ちょっと横でなんかちょっと変わった菊池っていうおかしな男が最後に水暴走が治る歌で終われって言うんですよ。あ、お願いします。ぜひ。いや、にゃんこさん、 あなたまで何言ってんですか。それ言うの無茶ぶりって言うんですよ。わかりました、いきますよ。はい。水、あー、水、ボー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 、水、あー、水、ボー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 この辺で失礼すると、だからピーってなって、ごきげんよう。 Have a nice weekend。 ドナルドだよ。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。年末ですね。大晦日みんなの予定は。どうせみんなクソ暇なんだろうな。え、ドナルドは。そりゃあ、そりゃああれですよ。そりゃあレコ大から紅白。は、紅白呼ばれてね。ほれ、呼ばれてない全然。おかしいなあ。アマちゃんの次あたりに出てくれるかもしれない。それともあれかな、進撃の巨人のなんかやるんでしょ。それっぽいなんか出てくるかもしれない、巨人として。こうやって巨人として走ってくるかもしれないよ。走らないよ。なんだか寂しくなってきた。さあ、今日もドナルドを愛してやまない暇すぎるリスナーと電話がつながっている。もしもし。もしもし。ああ、声が高い。こんにちは。こんにちは。お名前は何ですか。チャオです。チャオさん。はい。チャオさんはおいくつですか。24です。24歳チャオさん。はい。今日何なさってんの。今日は仕事中です。まだ仕事してんの。仕事してます。ご用納めです。あ、そうか。じゃああとちょっとですね。ちょっとで、ね、5時半で帰れますね。そうですよね。あれ、はい、その前に会社で納会とかはないの。飲み会の納会っていうか、まあ、納会 お疲れ様でしたみたいのをやるっていうのはないんですね。わー、もう済ませた感じで。あ、もう済ませちゃったんですね。簡単にね、はい、はい。で、あー、わー、キャー。チャオさんは女子。女子です。正解。正解。なんで拍手くれないの。スタッフスタッフ。やった。いつもここでパチ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 って。あー、パチパチ、はい。まあいいやね、チャオさんね。いいやね、二人きりでいいやね、はい。もうスタッフ置いとこうね。うん。それで、なんで、電話してきたの。うんうん。
最近は、うんうん、やっぱりクリスマスとか、イベントごとが年末年始多いじゃないですか。多いね。でも私彼氏がいるんですけど、うん、あ、彼氏いるんだ。いるんですけど、うんうん、付き合ってどれぐらい？1年半ちょっと。へえ、1年半。あの年上、年下？年上で26歳の彼氏です。え、チャオさん24歳で彼氏26歳、うん、はい、そうです。めっちゃいい関係やんか。そうです。2つ上、理想だよね。理想ですね。いいですね。おいで。で、彼氏も私のことすごい好きなんですけど。そうなんだ、すごい。え、チャオさんは彼氏のこと好きなの？好きなんですけど、ほう、それが友達と遊んでる方が楽しくて。え、友達っていうのは基本的に女子だよね。女子ですね。え、男子もいるの？男子もまあグループで、いる時もあるけど、ああ、うん、でもほとんどそのなんか仲間っていう感じの人たちだから。それは彼氏さんと、うん、彼氏さんとは別グループなの？別グループですね。彼氏さんと、付き合う前からの知り合い？前からですね。それは何関係ですか？あの幼なじみとか、まあ、学校の友達とか。学校の友達。はあ、そうなんだ。で、何、彼氏さんは、うん、チャオさんのことがすごい好き。すごい好きだと思う。なるほど。え、この前のクリスマスはどうしたの？は、うん、私は、うん、温泉に行ってました。え、あ、彼氏さんと？違う。え誰と言ってたの？それは、うん、あの学校の元学校のグループの、その友達グループ。うん。え、男子も混じってんの？男子も混じってる。何人ぐらいなんですか？え、みんなで10人、約10人ぐらい。10人もいるんだ。あ、じゃあ、うん、まあ10人ぐらいだったらまあいいやね。うん、細かく突っ込むけど、うん、その10人の仲間のうち男子は何人ぐらいいるの？男子は2人。ああ、じゃあね。その男子は彼女はいるの？いる人もいるし、いない人もいる。いない人もいるんだ。うん。え、そのグループ内で付き合ってたりするの？その彼女がいる人は。そう、そうです。グループ内で、あの、カップルがいるんだ。いる。で、一、はい、人の男の人は、あの、別にどこにもいないんだ。どこにもいない。ああ。で、ほとんど他の女の子は、彼氏は？いたり、いなかったり。へえ。それで仲良くて、この前のクリスマスも、うん、その仲間で温泉に行っちゃったんだ。そう、群馬の温泉に。その前後には彼氏とは会ったの？会ってない。え、クリスマスはどうしたの？じゃあ彼氏とは。クリスマスは、ま、12月の頭ぐらいに、うん、なんか、なんだろう、私がそこしか遊べないって言ったら、うん、すごい美味しいディナーに連れてってもらって尽くされてるなとは思ってるけど。はい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 。え、じゃあお正月はどうすんの？年末年始これから、今日御用納めでしょ、うん、そうですね。彼氏とは明日から。あ、明日からサイパンです。サイパンに彼氏と？いえ、友達です。え、その友達っていうのはその10人の仲間の中の友達？また別ですね。また別で友達がいるんだ。そうですよ。それはね、誰？女子？こ、女子です。本当に？本当本当本当。彼氏みたいなこと言わないで。今ほら彼氏が憑依してるから。え、怖い怖い。女子何人で行くの？女子2人です。あ、2人、友達と2人で。友達と2人でサイパンに行くんだ。いいね、サイパン取れたんだ。取れた。あら、いいな。明日からでしょ？明日から。明日、日月で、いつ帰ってくるの？1月2日。うわ、たっぷりサイパン行くね。日月と楽しみ。木、うわ、木、金曜日に帰ってくるんだ。はい。うわ、6日間行ってくんのよ、サイパンに。はい。で、その間彼氏は？わー、お留守番。え、なんか言ってる彼氏？
うーん、俺9連勤なんだけどっていうふうに9連休9連休あの何その9連休の中のほとんどはサイパンなんだ。チャオそうですね、私がサイパンだって明日から行っちゃうんだもんねはい、で帰ってくるの金曜日だもんね。そうですね。その後彼氏とは会うの？わー、まだ決めてないうわえ、それで彼氏怒ってないですか？優しいんですよね。怒らない？怒らない。はあ、文句は言うの？文句もだってさっき彼氏みたいなことを言うって言ったじゃないそう、うん、たまに、うん、それは言ってきた？その本当に女友達って言ってきた彼氏？うん言ったか言ってきたから、まあ、怒ってる感じでは言わない。うーん、怒ってる感じ、はい、本当にあんな友達ぐらい。そんな感じ。こんな感じで、うん、でその後はそうだよって言ったら、うん、ああそうって言ってるだけ。そう、寂しそうな目で。寂しそうな目。もちろんさ、当たり前だけどさ、うん、お土産は買ってくるよね。あー、そうですね。迷って、何にしようか。迷ってる。うわー、やべ。それで、それで、何を聞きたいの？それで？私が、こう、あんまり尽くせない女なんで、どうしたら、そう、可愛い女になれるかっていうのを聞きたいです。友達といるときは、その10人の友達もそうだし、サイパンに行く女友達もそうだけど、うんうん、どこが楽しいの彼氏といる時より。違い考えたことある？いや、もちろん、もちろん彼氏と友達は区別ね、あのこう比べる必要はないんだけど、とりあえず今聞いてると友達といる時の方が楽しいんでしょ。うーん、言ってたよね。うんどう楽しいの？やっぱワイワイしてるのが好きなの？ワイワイ、うん、ワイワイしてるのが、ワイワイしてるのが好き。うん、でサイパンに行く女友達とはなんていうの、あの気を使わないんだ。そうですね。で楽しいことも同じだし、はい、ショッピング行くんだったら行こう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 になるし、うん、これ可愛いよね可愛いよねなるしそう、キャピキャピね、それができる。うん、彼氏さんはどっちかっていうと美味しいディナーとかに連れてってくれるけど、あのチャオさん、はい、今このスタジオにいる女子スタッフは全員無理って言ってますごめんなさい、あのその彼氏さんとは無理って言ってますよ。なんか言ってますよ彼氏さんとは。あのね、うん、わかんないけどね、うん、もしかしたらだけど、うん、友達といる方が楽しいって思っちゃってる段階でダメなのかもしれない。ああ、そうなんですかね。あんまりそこら辺ってあんまり比べるものじゃないっていうか、うん、うん、だからこっちと友達と一緒にいる方が楽しいなって思ってる段階で、ひょっとしたらだけどものすごくチャオさんに会う人ができると自然とうまくそこら辺は分散するような気がしないでもない分散、うん、多分実は彼氏のことがそんなに好きじゃないのではって、あの作家の M 原くんが言っているよそうですか、はい。そしてスタジオの前にいる今日のゲストの音月圭さんのファンの皆さんも、はい、女性はほとんどうんうんってうなずいてます、はい、そしてなぜかそれにつられて男子もうなずいてますなぜならそんな思いしたくないからねあなるほど。だって好きだったら尽くせるのでは。うん、で多分どうすれば可愛い女になれるかじゃなく、うん、うん、まあはっきり、まあ年末だからはっきり言うわ、はい、合わないのよ。あその人と、その人はとっても優しくって、う
で、チャオさんのこと好きなんだろうけど、うん、まあ考え方を変えればドライな言い方になるかもしれないけど、うん、もっと尽くしがいがある女子がいるよね、うん、あチャオさん以外で。で、チャオさんもチャオさんでいろいろやってくれっからそれに甘えちゃってんだよね。でも多分、うん、チャオさんは甘えちゃうとダメなタイプなのよ、うん、あーそうかもしれない。そうそうなの、うん、もうねすいません、僕の周りのスタッフがわらわら動いてます。試しに来年1年間彼氏とは絶対に2人っきりで、会わずに常にグループでいるっていうのをうちの何 D っていうのあの人チーフな何んなんとかよくわかんない役職の菊池っていう男が言ってます。はい、あの彼氏と彼氏を、うん、例えばその10人のグループに入れることはできないの、友達としてなんか違う、できないの、もうあなんか、うん、うちの女性スタッフは全員できないできないできない、うん、できないと思う。目の前にいる沢さんは大きく無理って書いてあったから、うん、無理、はい、僕ねそこだと思うよ。その彼氏を10人の友達の中に紹介して一緒に旅行に行けないのならちょっと考えるべきかもしれないね。だって一緒に入れてあげたらグループで遊びに行けんじゃん、結局彼氏も一緒に行けるから。あそうですね、そう、でもそれあんまりしたくないでしょ。うん、なぜ、なんか違うっていうか、わじゃあ例えばその彼氏と結婚した時に、うんうん、友達がお家に遊びに行きたいって時呼べないじゃん。あそれはそれで呼べばいいと思うかもしれないけど孤立するよ、うん、旦那さん、うん、そうですね、うわみんな言ってるみんな言ってるちょっと女性スタッフ黙ろう、うん、もうねみんな言ってる無理ダメってというか、はい、彼氏のためにもならないような気がする。はい、なんかなんか変な言い方だけど、はい、彼氏さんの幸せを考えると第三者的に言って、はい、考えた方がいいかもしれない。だってクリスマスも1年付き合って1年半でクリスマスも年末年始も会わないんだよ、うん、お友達じゃんそれ。あ確かにね、うん、で会ったら会ったで向こうが一生懸命あの何世話してくれてさ、うん、そうですね、チャオさんは乗っかってるだけじゃん。そうですね、それこれでいいのかなって思っちゃうよね、わがまま言って。だってそういう彼氏わかんないけど、うん、彼氏にもよるけど溜まってっちゃうぜ、うん、ガーって思いが、うん、で爆発した時に、うん、チャオさん対応できないよ。うん、びっくりすると思う。それでうちのひねくれスタッフのなんか役職がよくわかんない菊池っていうやつが、はい、でもそれで別れたらその後ずっと、彼氏できないかもよって、チャオさんがそれは困りますね。いやでもそのグループの中の人で付き合っちゃえばいい。ああそうですね、いるでしょ。正直言ってそのグループに紹介できないの、うん、その彼女がいない男の子なんとなくよくね。いやそれ以外にもお友達で。そんなことはないけど、どうなのかな。ねえちょっとうちの彼氏って友達に紹介するのがめんどくさいんだよね。きっとね。それでそっからこう気使っちゃうしもね。彼氏が友達と仲良くなってるのかならないのかも気使っちゃうもんね。そうだよね、うん、ごめんね今日ねスタッフが全員総がかりでねこれにぶつかって彼氏のどこが好きって聞いてます。まあどこが好き、うん、一番は優しいところ。はい、二番目は。二番目は怒らないところ。あら三番目は。三番目は、うん、尽くしてくれるところ。あ全部今の状況を肯定するために使われている。だから一つでもそれ例えば彼氏が常に怒る人、あ正直に自分の感情を出す人、うん、
そう、年末ぐらい一緒にお前付き合ってくれよっていう人だったら、チャオさんはどうしてる？旅行諦めてたかもしれない。で、その彼氏と過ごしてた？と思うかな。今女子は完全にダメだっつってます。なんで男子はどうするどうするっていう方向になってますけど、これはもうね、ちょっとね、チャオさんね、ダメですか？その彼氏さん、まあとりあえずサイパンには行こう。はい。しょうがない、もうチケット取っちゃったし、友達に悪くなっちゃうもんな、キャンセルしたら。そうですね。で、まあとにかく来年、はい、帰ってきてから、はい、とりあえず彼氏を、はい、寂しい思いしてるだろうから、なんかちょっと埋め合わせに1日か2日デートしてあげて、はいはい、すぐに、はい、その後にまたドナルドのコーナーにメールくれる？あ、はい、わかりました。どうなったのか。はい、ぜひぜひ報告します。うん、もしこの間に彼氏に浮気されたらどうするって言ってるよ。しないと思います。しない？うん、わかんねえよ。本当に？だってこういうパターンってさ、いくつかパターンあるけどさ、年明けて、はい、チャオさんが彼氏に連絡したら連絡が取れなくて、で、何とかしたらなんか1月の中旬か下旬あたりに連絡が来て、はい、で、なんかその後全然会うの積極的じゃなくなり、はい、会ってもつまんなそうにしてて、何ってなったら、はい、好きな人ができたって言い出して、はい、別れる可能性だってあるもんね。うん、そうですね。うん、はい、彼氏が、はい、そう、貯めるタイプだと思うよ、あれ聞いてると。そうですね、すごいニコニコして優しくしてくれてる分、本当に女友達って言ってる分、相当多分溜まってると思う。で、多分彼氏はそう言って許してくれてるけど、心の奥底ではやっぱ1日ぐらいは年末年始どっかで会ったり、ご飯を別に記念日じゃなくてもクリスマスからずれた日に会って、クリスマスの代わりだねっつって食べるのを絶対に思ってるはずだよ。そうですね。うん、その12月の頭のディナー、最後のディナーだったかもね。いやー、その可能性。だってこれで、はい、例えば実家に帰って彼女はって言われたら、はい、わかんねえっつって、来年別れっかもって言ってるかもしれないよ、もう。あー、なるほど。あー、それも踏まえて最終的に答えは、チャオさん、あなたが出してくれ。はい、もうドナルド無理。相談に。だって周りのスタッフがもうケンケンガクガクなんだもん。このまま番組を放り出して近くの居酒屋に入って飲みながら語りそうなんだ。そうですね、ゆっくり聞いてもらいたいです、ね、いやー、あの場合はねっつって、その後ドナルドスタジオにポツンと一人になっちゃうから。はい、まあとにかく来年ちょっとね、考え直しな、はい、そうですね、彼氏との関係無理だったらもう別れな、はい、うーん、そうですね、彼のためにも、彼がかわいそう。そう、彼がかわいそう。もっといい人出てくるかもしれないんだよ、彼の周りもいるかもしれないんだよ、でも彼女がいるからっていうことで別れないって言ってるかもしれないんだよ、その子はね、ちゃんと記念日に会ってくれる子かもしれないんだよ、記念日からずれてもね、必ずね、彼と一緒にね、ご飯に食べに行ってくれる人かもしれないんだよ。少なくともね、プレゼントをいつも用意してくれる人かもしれないんだよ。そうです。その人と一緒にいた方が彼氏は幸せになるでしょ。そう思います。そうでしょ。はい、反省します。反省してください。はい、本当に反省してください。世の中の男性はみんなみんな寂しがり、女性は元気でいいですね、サイパン行って楽しいな、男性は一人で
膝を抱えて泣いてます。ハレルヤ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 。それでは私はこの辺で失礼するとしよう。ごきげん、ハバナイスウィーケン。